日本人の新型肝炎感染者数は2000年の時点でおよそ120万人、そのうち20万人がインターフェロン治療により新型肝炎を克服しました。現在も治っていない100万人のうちの50万人は急いで新しい治療の導入が必要と言われています。今回のテーマは新型肝炎の新しい治療法です。 C 型肝炎とは、 C 型肝炎ウイルスに罹患することにより6ヶ月以上にわたって肝臓の炎症が持続し、そのために肝細胞が破壊されて肝臓の機能が悪くなる病気です。 C 型肝炎は痛みなどの自覚症状が現れないまま慢性肝炎、肝硬変、肝細胞がんへと進行する危険性が非常に高い疾患です。しかし、きちんと治療を行い C 型肝炎ウイルスが体内から消失すると、慢性肝炎、肝硬変、肝細胞がんへと進行する危険性は10分の1にまで抑えることができます。C 型肝炎の治療は2014年頃までは注射薬であるインターフェロンが主体の治療でした。インターフェロンは C 型肝炎ウイルスの分解に必要なタンパク質の合成や免疫機能を促進するなど間接的に C 型肝炎ウイルスの分解を促す薬です。2011年にはインターフェロン治療された 75% の方が C 型肝炎ウイルスを排除することが可能になりました。しかし、インターフェロンは強い副作用で以前から問題視されていました。そのために、体の負担を考えると高齢者に対して使用しにくい注射でした。現在ではほとんど使われていませんし、 C 型肝炎治療ガイドラインでも推薦薬の第一番の薬には上がっていません。2014年にインターフェロン治療に代わって直接作用型抗ウイルス薬という飲み薬が開発されました。 C 型肝炎ウイルスの増殖には、 C 型肝炎ウイルス自身が作り出す特殊なタンパク質が必要です。直接作用型抗ウイルス薬は、その特殊なタンパク質を直接分解してウイルスの増殖を防ぐ薬です。直接作用型抗ウイルス薬を1日1錠3ヶ月間継続服用します。治験の段階では100人中95人の方が体の中から C 型肝炎ウイルスが消失しました。実際、当院でも現在行っている治療では同様の高い効果が得られています。直接作用型抗ウイルス薬にも副作用はあります。その副作用としては、肝機能障害、頭痛、鼻咽頭炎、口内炎、末梢性浮腫などが報告されています。しかし、インターフェロンと異なり、その副作用はずっと軽く、実際インターフェロン治療を買って、この C 型肝炎のためにされた人に直接作用型抗ウイルス薬で治療しますと、副作用が少なくずっと楽に治療ができると答えています。鳥取県の保健所では肝炎ウイルス検査を無料で行っています。直接作用型抗ウイルス薬の登場により、 C 型肝炎はきちんとした治療を受ければほとんど治る時代となりました。国民の100人に1人が C 型肝炎にかかっていると言われています。40歳以上の方、かつて輸血を受けられた方、入れ墨を入れられた方、消毒されてない器具によってピアスの穴開けをされた方などは、一度は肝炎検査を受けてください。